1分ラジオ第271回です。今日はですね、書類系をいろいろと整理してたんですよ。いらないやつとかを捨てたり、ちょっと溜まってしまったものをちゃんとカテゴリー別に分けたりして、でね、昔使った原稿とか、いろんなね、なんだろう、ある意味思い出の品が出てきて、はあ、こんなこともあったなとか見てました。あのね、町会議3とか、あと2のパンフとか、あとはその時のなんだろう、スタッフ証とかいろいろ出てきて、ああ、こんなこともあったなと、あとね、昔出たラジオのやつとか。でね、いろいろ整理してるうちに、懐かしいというか、不思議なものもいろいろ出てきたわけですよ。ピザハットのクーポン付きハガキがなんか20枚ぐらい出てきて、なんでこんなに出てくるんだっていうね。それだけ来てはいるけども、使わなかったってことだね。期限はもちろん切れている。あ、そういえば今、カンコレコラボやってるね。1分ラジオ、第272回です。ようやく、初詣に行ってきました。え、今頃ですかっていう声も多々あると思いますけども、今頃です。ついつい行きそびれてな。で、一応おみくじも引いてと、ちゃんとね、あれしてきた。賽銭入れて、パンパン、パンパパン、パンパカパーンってしてきた、ちゃんと。二礼、なんだっけ、二礼、二拍手、一パンパカパーン、だよね。で、おみくじの結果は、吉でしたと。まあ普通にいいよね。で、そこにね、旅行、いいでしょうって書いてあるんで、今年は旅行に行きたいなと。普通にね、なんだろう、一泊二日ぐらいでもいいから、ちょっと温泉系とかね。さすがにさ、日帰り温泉ってさ、したくないんだよ。日帰り温泉ってさ、なんでそんな疲れるのっていう、癒されに行ってんのに日帰りじゃ疲れるじゃんって思うわけですよ。なので泊まりたい、温泉宿に泊まりたい。1分ラジオ第273回です。あー、ダメだ。なんかね、今日夕方ぐらいからちょっと頭が痛くてね、熱とかではないんだけども、なんかね、すいません、ちょっと薬飲ませてください。やべ、どこだ、買い置きか。ちょっと待ってくださいね、カバンの方に確か残りが。俺が買ってるのはあのイブプロフェン製剤の安いやつ。どこの薬局でもさ、あのあるじゃん、なんかイブとかそこら辺のと同じ成分で値段が安いやつあった。商品名は伏せておきます。ふう、治った。皆さんこんばんは。どうも、一分ラジオ。今日も元気にやっていこうと思います。やっぱりあれだよな、健康第一だよな。みんなも、風邪とか、そういういろんなのには気をつけてね。そんではまた明日。一分ラジオ、第274回です。274といえば、Wii U ですね。いや、全く関係はないですよ。そう、一週間前ぐらいに Wii U を買ったんですよ。ふと買いました。マリオカートの同梱版買ったんですけども、とりあえず箱から出すまで数日かかったでしょ?で、本体の設定するまでに数日かかったでしょ?で、肝心のマリオカートはまだ触れてないでしょ?っていう状態です。今ここ。どっちかっていうと、昔のソフト、ファミコン、スーファミ、そこら辺のやつをさ、ダウンロードして買えるじゃないですか。それが嬉しくてね、わざわざレトロゲーショップやら、通販やらで、いろいろ買う必要はないかなと。これで家にいながらにして買えると、ちょっと高くはなってしまうんだけども、やっぱなんだろう、こうやって買えるのが楽かなと。ラグラクチンチンのチンチンですよ。ということで、レトロゲームをいろいろやっていこうかなと考えている所存です。1分ラジオ、第275回です。最近ね、飲むヨーグルトが非常にハマっておりまして、ちなみにまだ2日目です。非常にハマっておりまして、最近非常にハマっておりまして、なんですけども、ちょうどいいサイズのがなかなか見つからなくて、でっかいのでもいいんだけども、そうじゃなくて、なんだろう、小分けの、そう、豆乳とか野菜ジュースのあれぐらいのサイズでいいのよ。それか、あれよりもうちょい大きいぐらいが欲しい。なんかさ、明治、ブリタニアヨーグルトみたいな名前のやつ、あれだと、ちょっとちっちゃめの、ヤクルトぐらいのサイズのとかあるじゃん。あれだとね、少ないんだよ。どれもね、味は好きなんだけども、量がもうちょい欲しいかなっていうところです。ちなみにその豆乳とかのパックのサイズだと、さっきも言ったが、ちょっと足りないと。もうちょい欲しいんだけど、と、ふと思ったんですけども、2本飲めばいいかなとか、ちょっと思ってきた。そうだな、それもありだな。
うん、解決。1分ラジオ第276回です。またジャンプが溜まってきましてね、会話するんだけども全然読まずに積んでいる。タワーになってる今。ジャンプタワーになるんじゃないかってぐらいある。下手すると1年分ぐらいあんのかな。ちょっと待って、今最新のって何号だろう。俺今日ね、湯船に浸かりながらね、一冊読んだんですよ。それがね、確か何号だけかな、ごめんちょっと号数忘れちゃったんだけども、配給がまたここにみんないるんだって言われた時、牛若とかがなんだっけ、全国に行けるのは一校だけだがみたいな、天然なのか嫌味で言ったのか分かんなく言ったあのシーンとかあるあたりで、ワンピースがあの人がソゲキングだったんですかってルフィのファンの人が言ったあたり、これで伝わるのか相当前だよね。1分ラジオ第277回です。そろそろ Wii U を起動してみようかなっていう。初期設定だけはね、本体の設定だけはしてあるんだけども、肝心のゲームの方を一切やってないと。でさ、 Wii U のクソでかいリモコン、違う、コントローラーのようなやつあるじゃないですか、画面のついているやつ。あれは必要かい？いや、確かにわかるんだ。確かね、あれに移してあれを持ち運びできるだっけ、あんま知らんけど。あとはその画面にも移したりしていろいろ連動したりとかあるんだろうけど、いらなくない？え、だってね、テレビ見ればいいじゃない、お家でゲームすればいいじゃない、外とか別に外遊び行けよっていうね、俺の中ではね。本当何無駄に高いやつ。1分ラジオ第278回です。昨日の夕飯にピッツァを取ったんですよ。宅配のピッツァ、ピッツァハットのやつなんですけども、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、今カンコレのキャンペーンやってて、注文すると、 M サイズを注文するとカンコレのクリアファイルが手に入ったりと。で、箱もカンコレ仕様になってるんですけども、ふと思ったのが、箱がカンコレ仕様になってるってことは、ピザのあれでベットベットになったあの段ボール箱を好きな人はそのまま取っとくのか、めんどくさいそうだなとかね、汚いなと思ってたんですけども、そんなこともなく、箱は箱で普通にあって、それに、なんていうの、くっつけるというか、その中に入れる、外側についてるみたいなね、それだけでしたので、それはその部分だけで保存しておけると。そうだよな、そのままだったらね、普通に捨ててたわ。1分ラジオ第279回です。今日ね、貧血みたいなことを起こしちゃって、まあ倒れたりとかうずくまったりとか、そういうのはないんでご安心ください。なんて言うんだろう、朝駅でね、ホームで電車を待ってる時に、なんかね、一瞬耳が聞こえづらくなって、なんて言うんだろう、心臓の音が聞こえる的な、ちょっと鼓動が早いというか、なんだこれと思って、でブラックアウトとかしたわけじゃないんだけども、あ、これ貧血の時に似てるなと思って、もしかしたら軽度のそういうのだったのかなと思って、いや気をつけないといけないですね。貧血はね、過去に2回起こしてまして、中学校ぐらいの時に全校集会で、いわゆる先生の話途中にクラッと来て、そのまま保健室で休んでたっていうのがありまして、もう一つはですね、昔の話なんですけども、お風呂でエッチした後にのぼせちゃって、すごく何だろう、あーってなってね、視界がなくなるって言ってね、ブラックアウト仕掛けました。あー、危ない危ない、本当危ないです。あれは1分ラジオ第280回です。皆さん、サングラス欲しくないですか？いや、僕最近すっかりサングラスにはまってましてね、今とってもおすすめのサングラスがあるんですよ。このね、レイバンってメーカーのブランドのサングラスが今大特価で売れてるんで、皆さんにもおすすめしたいと。今まで俺は何をしていたんだ、何かに乗っ取られていたような気がした。これが今流行りのレイバンウイルスか。もうレイバン大嫌いになったぜ。あそこが直接ね、悪さしてるってわけじゃないんだろうけども、まあね、坊主憎けりゃ今朝まで憎いじゃないけども、どっかしら加担してるからああなってるんじゃないのかなと。まあ広告を出してるからと。でもなんだろうね、あれは流行りすぎというか、みんなが引っかかりすぎなんですよと。
なので皆さんちゃんとしてください。以上です。